ももかです。ゆらりです。しめかです。アリアです。ピンクラテディビー始まるよ。イエーイ。今日はチャンネル登録者数の1万人記念第2弾質問コーナー。イエーイ。レッツゴー。かわいすぎ。服どこで買ってる？ピンクラテ。ピンクラテ画面名駅のお店とか渋谷の109。私は WC とかミーゴ。なあ、ミーゴよく。次。夏休みの間にこれは絶対したいってことはある？4人で遊びに行きたいです。得意教科は体育です。図工です。そう、数学です。ピッティに一言。いつもありがとうございます。かわいいです。大好きです。大好き。かわいい。優しい。優しい。ピンクラテ TV を始めて変わったことはある？なんか声かけられるの。名前そう、見たよって言ってくれたら。あと DM がいっぱい嬉しい。うん。みんなで外国に行くならどこに行きたい？せーの、韓国。ピッティに案内してもらう。任せて。韓国語も教えて。あにょーん。メイクは何歳からやりましたか？小学校の低学年くらい。保育園の頃、お母さんのアイシャドウとかこの辺に塗ってた。小4ぐらいの時にお母さんの衣装のドレッサーからチークとビューラーだけ出して、ビューラーをグリングリにしてチークもポテポテにしてやってた。私はね、小4ぐらいから始めてました。早いね。一番うるさいのは？せーの。最近アリアやばいですよ。テンション変顔めっちゃするんですよ。姫会場にやばいかもしれない。え、嘘。姫かも。いつも本当に二人はテンションが半端ない。もう二人でいつもはしゃいでるっていう。テンションぶっちゃけ。身長は何センチですか？4人は教えてください。お願いします。2m39cm です。5m49cm です。5×80cm です。3m54cm です。158cm です。154cm です。160cm です。165cm です。生まれ変わるなら何になりたい？メンバー全員人。ヒロとしずちゃんになりたい。猫になるか、ももかちゃんになるか。ヒロと。いや、食べられちゃうから。あれ、え、4人にお手紙書きたいです。ぜひ書いてください。お願いします。お願いします。ピンクラテ TV のインスタのストーリーズのハイライトに宛先が書いてあるので、ぜひお願いします。お願いします。次、インスタの質問の最後の質問です。みんなの好きなお菓子は？ゲンピ、グミ、コロロ、かぼちゃのスイーツ。みんなの夢を教えてください。ツイッターからです。マルチに活躍できる女優さんになりたいです。ダンス&ボーカルのグループに入っていろんなところで活動をすることです。モデルさんになりたいです。いっぱいあるんだけど一番は10位かな。みんなが一番好きなディズニーの乗り物は？スプラッシュマウンテン。タワーオブテラー。夏休みに4人で遊びに行きたいところは？ディズニー。長島スパーランド。プールとか遊園地。楽しいですね。確かに、ここで楽しむ。宝くじ当たったら何する？お金ない人とかに。あ、キスは優しい。私もあげる。全部は一人ですか？今の暮らしで十分。確かに。好きなキャラクターは？黄色鳥。え、何それ？ジャックマンの横にいるやつ。あー、ユニベア。シンプソンズ。4人の中で一番うまく早口が言えるような人は？アリアから順番に生麦、生米、生卵を3回ずつ読んでいきます。生麦、生米、生卵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 。すげえ。毎回必ず見てます。Twitter も全員フォローしてます。ピンクラテ TV 公式もフォローしてます。質問します。メメもみんなは部活に入ってますか？入ってる人は何部に入っていますか？私は吹奏楽部です。これからも頑張ってくださいね。応援してます。私は部活入ってないよ。
子は自由人、うるさい、明るい、うるさいって言われた。場を明るくしてくれる子です。優しい、真面目、面白い感じ。あ、オッケー。しっかりしてる。大人、ふわふわ、うるさい、アンジ。はい、以上です。多分またやると思うので、ツイッター、インスタグラム、フォローお願いします。